いろんな分野で活躍している人たちや自分の夢に向かって全力で取り組んでいる人たちを紹介するタウンヒーローズ。今回は三重県初の J リーグ進出を狙うビアティン桑名から3選手をご紹介します。ビアティン桑名は昨年4月に活動を始めました。桑名市のシンボルとなるプロのフットボールクラブを作り、市民とともに大きな夢を追いかけたいという熱い思いから発足したこのチーム。現在は天皇杯本戦出場に向け練習に励んでいます。はじめにご紹介する加藤秀則選手は7歳でサッカーを始め、ビアティン桑名ではディフェンダーとしてプレーをしています。近所で遊んでる子たちが、近くの少年団に入り出したので、それでこう遊ぶ友達がいなくなってきたので、自分もそこの少年団に入ってやりたいなと思ったので、きっかけはそれです。加藤選手は名門四日市中央工業高校、福岡大学を経てサガン鳥栖やガイナーレ鳥取など J リーグでも活躍してきました。では、加藤選手について、お願いします。いや、まあ、経験もあってリーダーシップを取れる選手だと思います。加藤選手はビアティン桑名を地域の人たちと共に成長していけるようなチームにしたいと語ります。続いてご紹介するのは同じくディフェンダーの和波智弘選手です。和波選手は10歳の頃にサッカーを始め、ベルマーレ平塚やコンサドーレ札幌などに所属していました。小学校4年生にサッカーを始めたんですけど、まあ、近所の幼なじみのお兄ちゃんがサッカーをやってて、まあ、ちょっとお前蹴ってみろと、その時にボール初めて蹴って、褒められて、おサッカー楽しいなと思って始めたのがきっかけですね。はい、では、和波選手についてどのような選手なのか教えてください。そうですね、すごくスピードがあって、チームのみんなをこうプレーで引っ張っていってくれるような、そういう選手です。やっぱり強いチームが単純に勝つっていうスポーツじゃなくて、まあ、その時の戦術であったりコンディションであったり、まあ、駆け引きであったり、まあ、そういう部分で勝敗がいろいろ変わったり、まあ、勝つチームがあったり負けるチームがあったりっていうので、見ててもね、どんなところでこうやり合ってるかとか、まあ、試合全体よりこうポジションポジションで走り合いでどっちが勝つとか、そういう部分がいろいろ見れるスポーツだと思います。和波選手が入団したのは三重県から J リーグチームができることで、子どもたちに夢を身近に感じてほしいという思いがあったからだそうです。最後にご紹介するのは荒木浩太選手です。ビアティン桑名ではフォワードを務めています。そうですね、小学校2年生の時に3つ上の兄がいまして、でその兄がサッカーを始めたきっかけで、僕もそのサッカークラブに一緒に連れて行ってもらって、っていうのがサッカーをボールを蹴ったきっかけですね。福岡県北九州市出身の荒木選手は阪南大学卒業後ビアティン桑名に入団しました。荒木選手が入団したのは真剣に J リーグ入りを目指すビアティン桑名を見て、少しでも力になりたいと思ったからだそうです。若くてまだ荒削りなところは、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、一応チームとして一番期待をかけたいというか、頑張ってほしい選手です。
ビアティン桑名は現在、三重県サッカー選手権大会の準決勝まで勝ち進んでいます。この大会は天皇杯の県代表決定戦も兼ねている重要な大会です。すでに昨年の代表チームを破っているビアティン桑名、優勝の期待が高まります。しかしできたばかりの新チーム、まだまだ課題も残されているようです。やっぱり毎試合毎試合こう同じ力を発揮できないっていうところがあって、やっぱり波がまだまだありますし、まあ、東海のチームだったりとか大学生とかになると、まあ、基本的にこう走り曲げたりとか戦えなかったりだったりっていうのが多々あるので、そういうところはまだまだ課題かなと思います。そうですね、やっぱりみんな今年今シーズン集まった選手ばっかりで、やっぱ各チームでやってきているので全然かみ合わない部分っていうのもあるので、やっぱそこを修正できればもっと強いチームになっていけると思います。最後に選手たちに今の目標を聞いてみました。まあ、リーグ戦では一部に昇格するっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり天皇杯、三重県代表として出て一つでも二つでも上に行けるようにいくっていうのが今のチームの目標だと思います。まあ、やっぱり天皇杯もありますので、そこでしっかり勝って、四天皇杯の本戦に出るというのが一番だと思います。まずはリーグ戦優勝するってことは当然なんですけど、今度の8月に、天皇杯予選がまずあって、三重県代表として天皇杯に出ることがまず大事な目標ですね。はい、選手の皆さん、天皇杯本戦出場と J リーグ入りを目指して頑張ってください。